こんにちは、ウィルサーです。タイの件なんですけれども、タイの国王が崩御をされまして、さまざまなですね、対応が、行われているですけれども、現在ですね、タイ政府観光局からは、旅行者に対しても通常の予定でですね、旅行を行ってほしいということを、訴えているという状況だそうです。まず、具体的な状況としてはですね、今回、タイ国民、全体がですね、弔意を表すために、白または黒の衣服を着用しているということです。これは強制ではないけども、旅行者に対しても、そういう、希望はあるということでありますけども、派手な服装でなければ、よろしいんじゃないかと。あと、不謹慎な言動はご遠慮くださいということも言われております。あと、アルコールについてなんですけど、一部報道等で、レストラン、コンビニ、等での、あとデパートですね、等でのアルコールの販売が、禁止になっているということでしたが、10月の17日から一部の大型スーパーを除いて、アルコールの販売や提供が再開されているということだそうです。ある意味特殊な状態ではありますけども、国としても治安面等のレベルを上げてですね、安全に旅行者が旅行を行えるような状態になるようにということで、旅行者に対して気を使っているということだそうです。一部のですね、観光地を除いて、例えば、国葬の行われるですね、ワット・プラケオなどは入場ができなくなってますけど、その他ほとんどの観光地がいつも通り、入場できたり、観光できたりするということですので、そこまで心配する必要はないんじゃないかと、過剰な心配は無用じゃないかということでございます。以上、タイの現状についての、連絡です。よろしくお願いします。